1. 1宝塚歌劇団のスターで劇団理事。本校で記述。2. バラの品種の1。1日南で命名。1960年兵庫県伊丹市で作室転身乙女は宝塚歌劇団団員。後に同劇団理事を務めた。本名鳥栄子。愛称栄子さん。芸名は小倉百人一首収録の総上返上の歌。 天津風雲の通ろ吹きと慈悟、乙女の姿しばしとどめむから命名された。後輩の春日の八千代役真白二式と並んで、宝塚の司法と呼ばれた。明治三十八年東京に生まれる。宝塚少女歌劇団初の東京公演が行われた、歳の生徒募集に応じて入団し、初瀬乙葉子や久方静子らと共に、東京出身者として初の団員となった。 歌劇、パリーゼットをはじめ、帽子張り、やつ、道成寺など数多くの舞踊の作品に出演し、日本舞踊の名手として、女六代目の異名を取った。昭和8年3月、新設された舞踊戦火の責任者に転属して、以来更新の指導に尽力し、多くのスター団員を育てた。四十年間にわたって、日本舞踊に精進した功績が認められ、昭和十三年に、 四守法賞を受賞している。1980年5月30日、財団のまま死去、去年75、谷中霊園に墓があり、母子は本名、鳥江子名義である。没後、宝塚歌劇団100周年記念の2014年に殿堂入り、妹は、運の代子と池野別子。いずれも、宝塚の所属で、芸名の運の代子は、 天津乙女と同じ歌に由来する。かよこも天津乙女と同時に殿堂入りを果たしており、宝ジェンヌで唯一の殿堂入り姉妹となった。ありがとうございます。